はい、というわけで本田亜美さんの終了条件2、マナジカいきたいと思います。陽動に使える道具を探すなんで、まずこう入りましょう。とりあえずすぐそこにいますんで危ないんで、とりあえず家の中入りましょう。一番初めのねエピソードですね、本田亜美さんのね、マナジカを探すっていうんですけど、マナジカ十字架ですよね、いわゆる。ちなみに一応この辺とか必要行動のものがありますんで、こういうのはね開けると、これねやっておきましょう。まあ私やってますんであんま関係ないですけども、まあ、この石碑ね4つ倒さないといけない。でこれを倒してないと高藤先生の灯籠のエピソードもいけません。はい、灯籠 の条件も無理ですね。はい、これリンクしてるみたい、これと灯籠が、ほらね、高藤玲子ってですね、これねやっといてくださいね皆さんね。さあ意外に今回はこのトンカチ野郎どもが関係あると思うんだな。前回全く関係なかったけど、でこいつは関係ない、マナジカ探して終わりやから、こいつは見つからなきゃ OK でしょ。2匹いる？回ってんのが2匹になってますね。ずっと回ってるやつが2匹になってますね。ほら。で、トントンしてるのが2匹。いうことは、左右でどっかでこいつすれ違って当たるよ。すれ違ってお互い顔を見やすい。だからそれはどこなのかと。どこでこいつらが一旦合流するのかと。そこまでは出会わないから。毎回出会う場所一緒でしょ。こいつまた上見んのかな？上見てくれんのかな、上とか見てくれたら工事してるやつの場所わかんねえけどな。多分これ登るんじゃねえ、だからここ登るんでしょ、多分きっと登るんでしょ。ここですれ違うとね、ここですれ違うと、でここの上を見るっていう、だから上にこれ2階に上がらなきゃいけねえな。工事してるやつがどこにいるかだよ。でこいつ待ってっしょ、一旦この後ろに隠れるか、そこの倉庫みたいなところ、それが先だな。よし、こいつが玄関の前を通り過ぎた後の方がいいか、そういうことだね。もしくは急いでその離れに入るか、だってこれもう玄関でしょ。これ2回ぐらい出会うんかな、どっかで、どこで出会うんやろ。1周の間2回出会うの、半周ずつ出会うってことか。そらそうか、ここでしょ、でここで出会う、はい、ここで一旦出会う、ここで一旦出会えば後ろからついていけばいいんじゃない、こいつのケツからついていけばいいんだ。こいつについていきましょう。じゃあね、こいつが過ぎたら、この玄関を通り過ぎたらついていきましょう。一応ブレーカーも上げていくか、多分この前通ってるんで、通り過ぎたんで、多分通り過ぎた、通り過ぎましたね。こいつだな、あんま走ると危ない、いる？あそこにいるわ、上げとこう。一応ブレーカーオンにしよう、何かのためにブレーカーのオンが必要かもしれない。あっち来ましたね、この後ろ隠れよう、ここにちょっと隠れます。んで多分2階に行くんでしょ。こいつどこ見てんやろ、どっからこいつ、ここに俺の青い点が見えてんねん。でこれもどっか工事してん、これ2匹見えてるけど大丈夫だね。まあバレやしちゃねえ、してんねん、バレはしてんねん。こういったね、これ登るでしょ、絶対これ登るでしょ、これ登るっきゃないでしょ。どこで工事してるか、この辺ちょっと俺はちょっとしゃがむ、ここ入らなきゃやばいっしょ、入んのかな、ちょっと待って、ちょっと嫌な予感すんだけど、誰かな、この光が中から固く閉ざされてるって、バレんのかな、
中から固く閉ざされてるってさ、え、中から入れんの？どっかから入れんのかな？ここじゃないんかな、じゃあこいつらにバレへんかな。うー、わかんねえよー。あの上に俺今いる、そこにいるけど、こいつに見つからねえかどうかで一回上見んだよ、こいつ過ぎた後に。どうするかな。え、なんか外側から回っていきたりするのかな。こいつに見つからへんかな。こいつは見ないんだけど、こいつが見んだよ。こいつは見ないのにこいつは見んのよ、上に。上見んのよ、上確認すんのよ、一回。この後上一回確認すんのよ。一回確認しちゃうわけなのよ、これ。見つからねえな。あ、この位置は見つかんねえ、オッケー。見つかんねえ。よし、二回見るね。だどうするかだよ、これ。なんかある？あ、なんかあるわ。拾う。何取った？スコップ。え、何すんの、スコップで。なんか掘んのかな。落としやな。んで、スコップ何使うんだよ、スコップを。え、スコップ何使うんやろ。なんか掘んのかな。なんか掘るんでしょ、完全に。ちょ、しゃがんどこ。え、なんだ、何を掘るんだ。なんかあるんかな、こいつら見た。なんか掘る場所わかんのかな。なんかを見てあるの見てんのかな、こいつ。何かを埋めてる場所を見んのかな。ちょっと一応 ちゃんと確認していこう。こいつの目線を調べな。え、分かんないでしょ、そんなの。どう考えてもどう考えても分かんないでしょ。こっから下入れんのかな。入るとこかな、この下に。じゃ次行ったら後ろからついていってみっか。こいつでしょ。微妙にちょっとずつずれてんだよな。難しい、分からん。この下から入れへんのかな、家。須田、あの須田くん時のエピソードみたいに。見るでしょ。もう一回見る。よし、 OK。 一応ちょっと一周見てみるか、こいつなんかしてないか。なんかしてないか、なんか確認してないか。絶対ヒントあると思うね。ここなんかする、そこ。そこに何かすんの。え、何もしてないやん。なんか埋めたあかんのかな。降りてみっか。まあいいや、降りてみよう。降りちゃうじゃん。ちょっと降りてみよう。危ない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 。足怪我する。なんかあんのかな。入れへん、入れない、この下。来てるぜ。隠れとこ。バレへんかな、ここに寄ったら。あの犬小屋になんかあっかな。あ、いった、大丈夫やった。バレへんかった。なんかあっかな。拾う、なんかある。何？タコ、あ、そらタコ糸あるわ。タコ糸ぐらい知っとるわ。ちょ、こっちからこうやってみようか。
どういうことさ、そこのブレーカーが意外に生きてんじゃないの。どうする、全然ヒントなさすぎ全然ヒントなさすぎやろこれ。どうすんの、トンカチ関係あんのかな。そこの小屋入れんのかな。じゃあ全然わからんやけど、見てるでしょ、離れ見てるでしょ。こいつ別に何もしないのよさっきから。でしょ、でこいつ何かしてるか言ってもいいけど全然何もしない。そこのブレーカー関係あんのかな。手前のちょっとブレーカー入るかちょっと見てみっか、そいつが行ったら。そいつさえ行っちゃえばなんてことないから、二度見せんやな。よし、これむりやん。なんか関係あるのかな。中からのようだって。じゃあ入ってみっか、入ってみっか。じゃあ一旦入ってみよう。なんか今回ってどっかで今回ちょちょお前バカ、閉めろって早く。でここで工事してんちゃうやろなやつ、トントン言ってたけど。室内工事してんじゃねえだろなあいつ。あ、そうでもなかったわ、よかった。これも一応ねアーカイブです、撮っときましょう。ちゃんとね撮りましたけど、役立ちそうなものはないと。マジわからんやけど、なんなん、どっか掘るんでしょ、スコップ取った時点で。何を掘るのよ俺。なんか俺どっかになんか埋めたっけ、なんか埋めたっけ。掘り返した後とかのそこの下の人黒いとこもしかして。じゃあ行っちゃおうか。俺が今ちょっと思い当たったの一つ、思い当たってないけどね、今パッと見た時に見えたもんが、ここ開いてないでしょ、ここ。突然開いてないでしょ、ここ。開いてる？ちょっと。鍵が止め、鍵がかかってると。ちょっと一周回ろう。もう一周待とう。で、これが。どこ？だってこの黒いところがいっぱい関係ないよな。全然わからんやけど、全くもってわからん。なんかヒントでもあったんかな。あ、見つかっちゃった、見つかっちゃったわ。逃げて。危ねえ、逃げた逃げた、危なかった。早くバレるとこやった、バレたけど。どこ掘んのよこれすいません、膠着状態です。膠着しております、かなりやばいです。はい、こう分かるんかな、分かる範囲かな。玄関でしょこいつ、玄関入っていった。
どっか掘んのかな。意外にこういうところに入って掘る場所でもあるのかな。外じゃないのかな。こいつ嫌がったでしょ。こいつめっちゃ家入ってる、ずっと家入ってる。なんなの。めっちゃ家入ってるやん、今のちっちゃわ。それ掘れないのかな。降りれる、大丈夫、足くじかん。こけた、やっぱり死んだとかちゃう。え、ちょっと待って、なんかあるぞ。ここ掘れないのかな、ここ。ちょ、大丈夫、掘れないの。ちょ、掘れないの、その辺。なんか掘るとかないの。来ちゃうよ、出ないと。なんか掘り返した跡があるとか、なんかそんな言えや。来た来た来た、あいつ来たわ。どこだ、マジわからんやけど。はい、じゃあリスナーの方々、ちょっとわかるかわからないかだけ教えてください。わかりそうなもんなんかわからない、こんなもんわかるかよっていうようなもんなんか、ちょっと攻略見た方は教えてください。なんかあんのかな、そんな掘った後みたいな。わかんの？わかるようなもんなんかな？この辺？中が口が杭をつけられている。違うでしょ。ちょ、リサちゃん、なんか高校とかできひんのか？できないよね。いや、来た！いやだー、もうやめてー、もう。上がれっかな、上がられ、ちょ、危ないわ。あっ、違う、痛い、ちょ、やめなさいよ、あんた、ほんとに。痛い、死んだ。オンダリサ、1日目、死にました。はい、一発目、死にました。わかりません。はい、というわけでスコップ取ったところで今周囲のやつらの状況を見ています。あー、どうすんだよこれ、掘る場所どこ掘んだ。下に降りないとはいけない、絶対 下に降りないといけないんだけど、これ2匹が状況、このトントン関係なさそうやん、内側からやってそうやん、こいつらね。で、掘る場所がどっかにあるはずなんやろうけど、それがどこなのか全くもってわからない。こいつらが少なくともどっか見て、あ、ここかなっていうのが分かればいいんやけど、それがないから、それ違うか、もうすれ違う、ここですれ違うだろ、そこで平死人同士で違ったし、今すれ違ったね。よっしゃ、どこを掘るかだよ、どこを掘るのかなんだよ、このスコップで。スコップで掘る場所っていうのは、こいつらの視界をジャックしてたら分かる。リスナーさんお願いします。あの、答えは言わないでね。うん、視界ジャックで分かるのか分からないのかを教えてください。こいつだと思う、なんか絶対どっかその辺にあるんだろう、掘る場所。なんか土を埋めたようなところがあるようだみたいな、そんなんないかな。なるほど、視界ジャックは関係ないそうです。ということは何かを掘り返さないといけない。はい、視
スパイジャックでは無理だそうです。でどっか行かなきゃしゃあねえな、こうなったら。とりあえず動き出そう。そこ下一匹行くから危ないよ。そこ一匹いるよ。どこだ？どっか掘る場所あんでしょ絶対。ここに掘る場所ないのかな。どこに掘る場所があるのかということが連打。あ、掘り起こされた跡があるようだ。見つけた。ここだ。ちょっと使え。ここだ。なんか見たぞ。これか。あ、やめて。ちょっと待って。ここにあった。ここだ。よし来た。掘る。来たー。これあれじゃない。なん月下鬼人があったとこだよ。ここしか思い当たらへんかったもんだって俺。アーカイブ、アーカイブや。これ分かった、クリアしました。ね、アーカイブで月下鬼人のやつを見たときに、あ、その絵の下のところにね、マナジカが書いてました。だからそういうことですよ。アーカイブにね答えがあった。そうや、俺覚えててよかった。じゃあ行きます。はい、じゃあクリアしましたね。竹内多門未プレイに来ましたね。2日目10時。はい、ここ行こうか。いやー、アーカイブのあの絵のなんかをちょっと覚えててよかったな。ま、懐かしいな。懐かしいな。なんなんこれ。子供の頃に私がつけたものだ。そうなんだ、これ来やんな。それって、どういう…私はこの村の生まれだ。うん。あの事件で両親を失うまで。そうや、あの地震で。ここで育ったんだ。しかし、飛んだ里帰りに君を巻き込んでしまったな。毛多いな、お前。やりついてきたのは、私ですよ。なんだ、恋してるな。笑ってるで。やべえ。あ、猟銃の、あの橋の上の猟銃のやつか。あの。いたな、橋の上の猟銃の、あの、死人。はい、というわけで、狙撃手を倒す。次回これいきたいと思います。ありがとうございました。